皆さん、はじめまして。アンナ役の野村です。よろしくお願いします。ありがとうございます。で、ロンちゃんは中国から来て3年目というか3周年で、映画に出るのは初めてという状況で、すごいいろんな経験をされたと思うんですけれども、本当に粘り強くついてきてくれて、すごい過酷な撮影だったんですよ。3日間しかなくて、なんですけど、ロンちゃんが本当に太陽みたいな存在で、スタッフキャストみんなもうロンちゃんをちゃんと疲れさせないように楽しんでもらえるようにって、なんかやった、走り抜けた3日間だったなと思ってます。本当にお疲れ様でした。ロンモンローさん、どうですか、今の監督の言葉を受けて。すごく嬉しいです。私はもちろん監督さんの作品屋さんができて、なんか感謝しています。ずっと感謝していますよ。そうですよね。そして撮影の現場になんかいろんなことを教えていただいて勉強になり、本当に嬉しいです。ありがとうございます。映画デビューになるんですよね、今回の作品が、ね、おめでとうございます。ありがとうございます、はい、もともと頑張らないと。頑張ります。楽しみにしてます。映画デビューになって、今回こうやって藤井監督の現場で横浜流星さんとも共演されたわけですけれども、まあ共演されていてのこう横浜さんの佇まいとかも勉強になられたと思います。さらに今日はここに役者の先輩たちもいらっしゃいますので、はい、ぜひ何か聞いてみたいこととかあればと思うんですけど。はい、なんかこれから私も女優の仕事をもっとやりたいですから、今日は松本さんになんか女優として役作りの秘密は何ですか、聞きたいですね。知りたいです知りたいです。役作りの秘密です。はい、秘密、あ、秘訣、秘訣、秘訣と秘密。はい、ちょっと私がこう、なんだろう なちょっと、うん、そうですね、私は思うのは、まあ、さっき この季節さんとかもそうですけど、なんかこう台本はありますけど、そこまでのその役がなんかどんな人生を送ってきたかみたいなことをなんか想像する、なんかもう想像力を働かせるみたいなこと。台本よりもっと考えます。そう、台本のその、そこに、そこまでの人生みたいな、行き着くまでのプロフィールみたいなものを、ちょっと私がこういうのはおこがましいんですけれども想像するしかないのかななんて私は思ったりしております。ありがとうございます。はい、すいません。